一時収まったんですが、また鼻詰まりがひどくなりました。どうも、リュウです。はい。ですね、今回も久しぶりに、はい、ハピチュリ見ていくわけなんですが、一つリクエストというかですね、こういうコメントが届いたので、はい、見ていきたいと思います。ナッティが好きでしたら、ファルスアラームですかねという回がおすすめですということで、はい、コメントいただきました。なんで、今回はね、ナッティ回ですね。はい、ナッティ回見ていきましょう。早速僕の大好きな、はい、ハッピツリで一番大好きなキャラがですね、ナッティなんですが、はい、こちらのね、ナッティが出てくるという作品を見ていきたいと思います。これでナッティが一切出てこなかったら僕はブチ切れますがね。はい、はい、ということで、モンドミニショーズ、はい、見ていきましょう。来た、早い早い、早速ナッティが出てきた。おお、かわいいかわいい、目が一瞬いかれてたぞ。ナッティ出てきた。おっと、これはリフティ&シフティ、これ帽子あるかないかで判断できるんですよね、確か。なんだこれは、なんだこれは。やーべえ、トラックの後ろにハメが、血糖値が、いや、そういう問題。やばいやばい。最初からグロ要素で出てる。あーあーで済んでよかったな。あーで治ってよかったな。え、あ、なるほど、砂糖中毒が過ぎるから。こうやって閉じ込めようと。すげえな、すげえな、ナッティ。行かれてる、行かれてる。すげえ、立派な立派な正社員みたいになって出てきたナッティ。構成させたんでしょうかね、あまりにも砂糖好きすぎるんで。おっと、リフティ&シフティ、もう雨には騙されないよな、ナッティ。ふん、おお、偉いぞナッティ、偉いぞナッティ。うわ、次はゲームの誘惑か。俺一瞬で負けてしまいますよ。マジかよ。あー、嘘だろ、ゲーム中のナッティなんて見たくない。でも可愛い、かわいい。普通に資産分けにしてるナッティがかわいすぎる。俺も割とゲーム中毒だけど、ここまで。やべ、いつもついてる雨がゲーム機器に変わってしまっている。ん、これはゲームが壊れて。引きニートになってる、完全に。あーあー、逃げていってしまった。怖い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 よナッティ。ああ、引く引く引く。おお、レースゲームで車の操作が上手くなっていると思いきや、テトリス、次はテトリスか。遊ぶなナッティ、人の蝶で遊ぶなナッティ。上じゃねえんだよ、別にテトリスと違って消えるわけじゃねえんだから。おおおお、パックマンやん、パックマンやん。俺どうでもいいけど、パックマンうまいぜ。どうでもいい。お、これは、お、ドンキーコングだ。樽が転がってきて、これ中のモールは無事なんですかね。あ、あー、モールあんま死ぬところ見ないけど、あ、あー、モールが、もうゲーム勢揃いですね、これ。いろんなゲームが、おー、腐ってます。雨が。お前完全に雨の存在忘れてたのか。一時期治ったけどまた思い出してリセットされると。はい、では消化不良なので、もう1話分ぐらい見てね、終了したいと思いますので、はい、もう1話分ね、ナッティの出てくる回を見ていきたいと思います。はい、ではどうぞ。はい、ということで、お、懐かしいよ、懐かしい、このオープニング。ちょっと待って、めちゃくちゃ音程が合ってなくて、めちゃくちゃ気持ち悪くなってしまった。ラララララ、あ、来た来た来た。お、これはスーパーか。来た、ナッティ開いた。 Hello. あ、かわいい、かわいすぎる、かわいすぎる。今の顔が、え、ポッケついてんの。どうなってんの、体の構造。レジに、レジに下が挟まったしか、ちょっとよくわからないんですが。めっちゃ持つやん。てか、おか、そんなお金よくありますね。わあ、かわいい、かわいすぎる。あ、かわいすぎる、今の顔。あ、なんて、
だってお前かわいいな。あ声がちょっとあれやけど、声がちょっとあれやけど、かわいいな。ナッティ、おいおい直で飲むな。後の人のこと考えろ。今一瞬なんか映ったけど見なかったことにしよう。凍ってるし、ちぎれるぞ。ちぎれた。やべえやべえ、全く別の動物になってる気が。うわあ、めっちゃ飛びまくってるやん。風船のおもちゃがごとく飛びまくっている。ナッティナッティ、ナッティ潰されるぞ。ナッティってか、こんな硬い自動ドアなんてあるんすかね。センサーで感知するやろ普通。鹿はなぜお前そういう状態になっているんじゃ。いや鹿がよくわからん、マジで。ランピーがよくわからない。なぜ下があそこに挟まっていたのか、一番の謎。カドルスだっけ。何これ、なんか発売されるよっていうものですかね。最後告知あって終了しましたね。はい、ということで、今回はナッティ登場の回ということで、大興奮でしたね私。はい、このようなリクエスト等々ありましたら、私の方にどんどんね送ってくれ、コメントをしてくれると嬉しいです。はい、あとね、このキャラクターはこういう特徴ですよっていうコメントがいっぱい来てるんで、はい、私嬉しい限りでございます。動画投稿ね、ハイダが空いてしまいまして、ちょっと申し訳なかったです。はい、本当に申し訳ありません。ハッピー釣りなんてね、すぐ取れるものなのにもかかわらず取っていなかったという、いろいろね実況に追われていたので取れなかったんですが、時間がこうしてね久しぶりに見て面白かったんで、またしっかりとやっていきたいと思っております。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。